はい、皆さん、こんにちは。慶應義塾大学言語文化研究所の川原茂人です。今日は短い動画として、少しなんで私が音韻論とか言語学を面白いと思ったかを例を挙げながら簡単に説明したいと思います。はい。で、えっ、ー、と、言語学ではですね、非常に大きな論争がありまして、えー、一つの立場では、すごく日本語の,あの特殊性を強調 称する立場があるんですね日本語は世界の言語の中でも非常に特殊であるで、もう一つの極端な立場として、えー、人間言語というのは普遍的であって表面上の違いなど些細なものだという2つの立場がありますこれはおそらく文化とかでも同じだと思うんですが言語学では特にこの2つの立場が 対立してますねで私としては、まあ、この2つの観点をバランスよく考慮に入れながら研究を続けたいと常々思っていますが実は私どっちかというとこっち寄りなんですね。普遍性の方を面白いいと思います何でそういう立場を取っているかというと、まあ、言語学の醍醐味として他の言語に見られる現象が実は日本語でも観察されるというよろ驚き。 そしてそその発見が非常に好きなんですねでそういう喜びっていうのは自分が日本語についてこんなにいろいろなことを知っていたんだという驚きと表現してもいいかもしれませんこの驚きがあるから言語学がやめられないと言ってもいいかもしれませんであのお手軽さとしてはですねあのいつも自分が使っている言語に関して考えるだけで新しい発見ができるということですねだから まあ、実験とかやった方がいいこともありますけれども自分が日本語についてどんなことを知ってるんだろうって考えてるだけで、えー、論文の種,種になるというようなお手軽さというのは、言語学の一つの魅力じゃないかなと思いますまた、えー、と比較的若い学問なので、えー、学部生でも新しい発見ができると思いますというような話を体現したあのお話として1つ 簡単に、えー、私が感動した学部時代のお話をしたさせてください。で、えー、こちら、あの、言語学入門の授業で習ったんですね。アラビア語のノンコンカテナティモフォロジーというパターンなんですが、えー、こちら、さらっと眺めてみてください。えー、なんだか、この KTB というシーンが揃ってますよね。KTB、KTB、KTB、KTB と。で、この意味をちょっと見ていただくと、なんか書くという行為に、 えー、似ていると思いませんかなんですねで。アラビア語のこのノンカンカテナティブモーフォロジーというパターンではですね、えー、書くということは死因、えー、だけで表すんですね。この KTB というものが死因の意味を持っていて、この死因と母音をどう並べるか自体で意味が変わるんですね。ここに、えー、ここの T が2つ増えるだけで死液の意味になってしまう。 ちょっと、えっ、ー、と、例を抜き出しますと、まあ、こういう形になると過去形だ。こういう形になると刺激になるで。ちょっと専門家じゃないので、あの、こういう形がどういう意味だっていうのが、あの、ちゃんと説明できないのは悔しいところですが、まあ、この死音と母音の並び方そのものが意味につながっている。あまあ、面白いなと思ったんですが、本当に面白いなと思ったのは、この、これと同じパターンが日本語にも、 見えるというのを自分で発見した時なんですね。でそれが、えっと、赤ちゃん言葉です。例えば、お母さんたち、お父さんたちは靴のことをクックと言います。立つのことを立った。起きることを起き、おんぶ。おぶる、おんぶ。抱く、抱っこ。寝る、ねんねん。というように、まあ、一定のこのリズムを持っているのがわかると思いますが、これ、シーンと母音で考えると、 シーンボイン、シーン、シーン、ボインなんですよね。はい。こういうふうに幼児語では、幼児語を表すためには、シーンボイン、シーン、シーン、ボインというつながりを作る。これって、先ほどのアラビア語の例とほとんど一緒なんですよね。で、あと非常に、あの、この動画を撮ろうと思ったのはですね、今、1歳半の娘が、の音声を音響用に録音し始めたんですが、えー このシ因ンボインシ因ン,インシンボインが非常に好きだというデータが取れたので、えー、公開します。こちら。ココはい、ここここって言ってるのこのこっこっていうんですね。ここ。はい、ペこれはあれですね電車のことで、電車とかバスのことを今、プっプと言います。で、アンパンマンです、次は。パッパ。これちょっと言わせてますけど。パ,ッパ まあ母音が伸びているようにも聞こえますがそうなんですあの。1歳半の娘はこのシーン母音シーンシン母音という並びがどうも好きそうだということがわかります。あとちょっと形は違うんですがお姉ちゃんのことをネーネーと呼んだりお兄ちゃんをニーニーじいじばばというようにシーン母音母音シーン母音という形もありますね。 ただ、えーと、こういうような形そのものが意味を持っているという点では、アラビア語と全く変わらないのではないかという発見がありました。ッパ,パ,ッパ、はい。はい。で、えっ、ー、と、実はこういう形そのものが意味を持っているというのは、日本語でいろいろなところで指摘されていて、あだ名が有名です。で自分の名前で恐縮ですが、私、シゲトですが。 しげちゃんと呼ばれたり、まあ、あまりしーちゃんとは呼ばれないし、しっくんとも呼ばれないですけど、まあ、可能な形としてありますよね。あとはしげしげみたいに繰り返す形もありますが、すべて共通しているのは、二、え、モ、ー、ーら、二拍、二文字、とるってことですね。しげ、しげ、しい、し。というように、必ずトントンというリズムでとるという点では、えー 先ほどのアラビア語の例にも似ているし、幼児語の例にも似ています。はいで。私たちって人間が使って、ごめんなさい。自分たちが使っている言語を改めてこう、ああ、日本語ってこうなってるんだっていうふうに見つめ直すことってなかなかないと思うんですね。逆に言語学を学んで、ああ、アラビア語ではこういうことが起こるんだ。英語ではこういうことが起こるんだっていうのを学ぶ。 その発見を日本語っていうのはどうなんだろうって見つめ直してみると意外に面白い発見があるかもしれない。そこで私たちはあ自分の喋っている言葉ってこんなに面白いパターンがあるんだなっていうのに気づくことこれが言語学の醍醐味なんじゃないかなと思っております。ちょっと簡単ですが今日の動画は以上になります。